どうも、ザンチと申します。はい、ということで皆さん、鍵謎コラボは楽しく遊んでいますでしょうか。先日私、こちらの今回の鍵謎コラボがとにかく過酷すぎるというね、動画を上げたんですけど、なんとこちらの動画を投稿した翌日に、ゲーム内お知らせの方で、DJ などコラボデイリーミッションの内容が変更されることが発表されました。今までだと、デイリーミッションで手に入ってたコラボコインって、もう1日でたったの50枚だったんですよね。で、50枚だったのに対して、なんと修正後、もうこれがもう1日最大3000枚まで増加することが発表されました。いやもう桁違いすぎて笑っちゃいましたね。さすがにね、修正前がめちゃくちゃしんどかったんで、まあ、これぐらいの修正はね、まあ、妥当なのかなと思います。もう相当ね、クレーム入ってたんでしょうね。まあ、さすがに私も3000まで増えるとは思ってなかったんですけど、いやこれすごいですね。早速ね、本日12月7日になって、ちょうどデイリーミッションの変更も完了しているので、早速ね、あのミッションの内容を見ていこうと思います。修正後のデイリーミッションはこんな感じになってますね。マップでチビモスを1回見つける。本日もね、チビモスというキャラクターがエリアマップの方に登場してましたね。今日のチビモスね、めちゃくちゃ紛らわしいところにいたんですよ。今回はこの図書館にいたんですけど、これね、あのボルテージのメーターのところでちょうど隠れてたから、いや本当に見つけるの大変だった。そしてコラボなどツアーを1回クリアする。これは鍵などコラボのグルミックツアーズですね。そして DJ など交換所を1回利用する。ライブを1回クリアする。一度に5ボルテージを消費してライブをプレイ。ライブを5回クリア。まあ、5回クリアちょっと大変かもしれないですね。そしてビンゴの方で、ナンバーヒット5回達成、ビンゴを1ライン達成、そしてコンプリートを1回達成ということで、まあ、ミッション自体はね、まあ、さほど難しいものではないので、すぐにクリアできるかと思います。で、これらミッションの達成報酬が、それぞれ ×100 だったり、×500 とか、ま、いろいろあるんですけど、だいぶ変わりましたね。これ修正前、コラボコイン ×5 でしたからね、どんだけ大変だったんだよ。で、これらのミッション全部クリアすると、プラスでコラボコイン ×1000 ということで、全部ミッションを達成すると、合計3000枚のコラボコインを獲得することができます。まあ、なんで本日12月7日で、で、イベント終了日が12月の10日になるので、7、8、9、10の4日間ですね。4日間全部このデイリーミッションをクリアすると、もうそれだけでコラボコインが、12000ですね。12000枚なんで、で、以前の動画で、コラボ限定のクラブアイテムとか、スタンプとか、あと称号ですね。これらすべて交換するために必要になるコラボコインは、11100枚ということが前回の動画で分かっているので、まあ、残り4日間だけでもデイリーミッション全部クリアすれば十分コラボアイテムは全部回収できますよってことになりますね。いやこれ相当な鬼畜ゲーからだいぶぬるゲーに変わりましたね。なんか前回までのライブを190回クリアしようってのが嘘みたいですね。はい、ということで今回はコラボイベントの内容変更についての紹介だけになりますが、今回の動画は以上となります。いやもう今回の修正によって、もうコラボコイン頑張って集めてた人も、これから始める人もね、だいぶ楽に交換所を利用できるようになったと思うのでね、まあ、残り4日間もイベラン頑張っていきましょう。はい、ということで今回のイベント修正嬉しかったよって人は、ぜひ高評価とチャンネル登録、ツイッターフォローの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。